皆さんこんにちは。管理入院中の文丸ママです。病室でですねすることがなくて、病室のルームツアーをしたいと思います。イエーイ。順番に、私が今いるお部屋の紹介をしていきたいと思います。まず病室に入るとですね、ロッカーがあります。よいしょ。左側が出産後に使うキット、右側が再胎と再胎血保管のキット、帝王切開の日が近づいたら渡してくださいっていうことだったので、このまま保管してます。で、これがいろんな荷物ですね。よいしょ。ではでは早速お部屋に入ってみたいと思います。じゃん。入ってすぐ右側にはですね、よいしょ、手洗いとシャワールームがあります。今のところ1日何回でも好きな時に入っていいそうなので、朝と夜と入るようにしてます。お部屋にあるとすごくありがたい。でですね、こちらが洗面コーナーになっております。お家から持ってきたランドリン、これをですね1日何回かカーテンとかシーツとかに振りかけると、お家と同じ香りで過ごせるので、すごくリラックスして過ごせます。で、ここら辺にはメガネとか消毒とか保湿のスプレーだとか、で、こっちにはボディクリームとか化粧水とかを置いてます。で、ベッドなんですが、今日パパが荷物を持ってきてくれて、大きいヨギボーを持ってきてくれました。なかなかベッドの硬さがですね分からなくって、体勢をどうしていいのかが取れなくて、寝たり起きたりが多かったので、ちょっとどうやってこのヨギボを使おうか悩み中です。そしてテーブルにはですね、ウェットティッシュとティッシュで、ノートパソコン、持ってきた本とかペンとか飲み物で、ベッドサイドにはですね、もともとこんな感じでゴミ箱が設置されてるので、ベッドの上からゴミをポイって捨てることができます。で、これ S 字フックは100均で買って持ってきたやつなんですが、カバンとかちょっと使いたい取りたいなと思ったものをすぐ取れるようにこうやって S 字フックにつなげてます。で、あと持ってきてよかったのはですね、やっぱり延長コード持ってきてよかったです。携帯の充電器が短くて、ベッドにいながら充電して携帯を触ろうと思うとなかなか大変なので、この延長コードは持ってきてよかったなと思ってます。で、この台にはですね、上にも収納があって、テレビもあって、引き出しや貴重品ロッカーもあって、冷蔵庫もあります。冷蔵庫の中にはですね、こんにゃくゼリーとおやつで、貴重品の引き出しと、中がもうぐちゃぐちゃなんですが、お箸やスプーン、母子手帳、ふりかけなんかを入れてます。で、これはモニター用のベルト3本ですね。基本的に毎日使うので出しっぱなしにしてます。で、体温計ケースがあって、これも1日1回、使っております。で、撮影用の DJI も充電がバッチリみたいな形で、こんな感じのですねお部屋で過ごさせてもらっております。すごく快適です。入院中何を配信していいのかなと思いながらですね、
日々過ごしながら5日が経ったんですけれども、なんだかんだでですね、ものすごく快適に入院生活を過ごしております。あと20日ぐらいかな、3週間ぐらいなんですけれども、まあ無事無事生まれてくるように祈りながら過ごしたいと思います。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぶんまるママでした。